検証。検証、検証。肩仕様は、肩の線に沿って装着される、細長い布あるいはモール紐等でできた、付属品である。形状によって、数種類に分類されるが、日本語ではすべて検証と称される。また、肩につける、階級章のことも、検証と呼ぶことがある。英語では種類によって異なり、エポレット、ショルダーノット、ショルダーボード。 ショルダーコード等と呼ばれている。エポレットが総称として使われる場合もあるが、肩につける階級章は、ショルダーマークと呼ばれる。背納のフガはその他の装備品を固定する等の実用的な目的のために、古くから軍服に用いられていた。その後、装飾を目的としたものも現れ、軍隊において階級や陛下が整備されてくると、 それらを表示する機能を持たせられるようになった。現在でも自衛隊を含む軍隊等では階級章の取り付け場所として用いられている。また単に装飾目的で付されることも多く、一般の服にも使われている。一般的に見られる検証は形状や材質により、概ね6種類に分類できる。英語ではそれぞれに故障があるが、その要例は定まっておらず、極端な例では、 同じアメリカ軍でも、陸軍と海軍で異なったり、イギリス陸軍では連帯ごとに複製が定められており、その文書に使われる用語が異なる場合がある。よって、本校では、混乱を避けるため、便宜上アメリカ陸軍の複装規定、アーミレグヤレーション671で使われている、要例に従って、以下のように表記する。ただし、同規定ではエポーレットを、抗議の意味で使用しているが、 本校では競技の意味とした。ただし、これらの表記は一般に多く見られる要例と異なる場合もある。ルイ十五世時代のフランスで使用され始め、世界各国へ広まった。もともとは、肩の防具に由来するとも考えられる派手なタイプである。長方形の肩端に関係があり、真上から見ると表端形、あるいは前方五円形になっている。関係からふさが垂れているものが多いが、 陛下、連帯、階級によりないものもある。エポーレットという語自体は、検証全般を指すこともあるが、特にこのタイプのみを、エポーレットと呼ぶ場合もある。ほとんどの国で、19世紀中頃までは、採用していたが、戦法や軍服自体の変化に伴って、礼服以外には使用されなくなった。また、礼装においてもショルダーノッチや、ショルダーボードにとってはられ、 現在でも使用しているのはフランスとその影響の強い国にとどまる。ミリタリー系のステージ衣装やマーチングバンドの制服等ではその派手さが目を引くためアクセントとして創部の検証がデザインされたものも少なからず存在する。日本においては海軍が明治6年に清掃、冷装用に採用したほか、勇者の大礼服や戦前の警察幹部及び 総督府文官の清掃、冷装用に用いられた。そしてこれらの中で、海軍中尉海軍少尉や総督府の犯人官が不差のないタイプであった。また、宮内省の御者がこのタイプに近い、不差のないものを使用している。しかし戦後の日本では、宮内庁舎馬鹿の御者が使用している以外見られない。一般的には口術の対象タイプを指す場合が多いが、 アメリカ陸軍ではこのタイプの実を、ショルダーストラップと呼ぶ。肩の線と直角、進行方向と、平行に縫い付ける、長方形の検証で、フランス軍の上層に用いられていたものである。アメリカ陸軍やフランス軍、チリ陸軍、小喚等では現在でも使用されている。日本陸軍でも、明治十八年正式、陸軍戦時服複製、1九百五年にて、 将校巡視官、貸し官兵ともにショルダーストラップタイプの検証が階級賞として定められ、翌1906年の明治39年正式、陸軍軍服複製及び1912年の明治45年、正式、45式にも採用となった。一般的には、ショルダーストラップと呼ばれている、配能などの皮帯を潜らせて安定させるという、 機能が重視されて発達したものである。体重または短冊型で、上着と同じあるいは類似した材質の布を片側で縫い付け、襟側をボタンで留めるのが一般的であり、自衛隊では、総使用制服がこの方式である。民間で使用されているトレンチコートやミリタリー風、シャツ、サファリジャケットの検証もこの類である。上着が折り襟や解禁の場合、 襟側端部が襟に隠れていることが多い。戦闘服についているものは上着と同じ布がほとんどだが、上層や礼装用の上着の場合、色違いの布を用いることもある。上層用上着の場合、礼装用検証と付け替えるために取り外し可能にしてあるものもある。この場合、礼装用検証のための留め金同士を覆う形で、 襟側は蒸気のものと同様にボタン留めし、片側を職所用の隠しボタンに止めたり、自衛隊の遺憾以上の制服に見られるようにマジックテープで止めたりする。これは主に将校のオーダーメイドブクに見られる。一方、戦車兵等は狭いところで突起物に引っかからないように全集を縫い付ける場合もある。主観の検証としては、エポーレットや ショルダーノッチが主流であった時代も、機能性がより強く要求される兵、可視感用の検証はこのタイプが多く用いられた。かつては、服生地の色とコントラストを成す、鮮やかな色、兵下色等が好んで用いられていたが、第一次世界大戦後は、服生地と同色、あるいは同系のやや濃い色のものが主流になった。逆に清掃が簡略化されたため、 エポーレット等に代わってこのタイプの派手なものが付けられるようになったケースもある。特に第二次世界大戦後は、士官用も含めてこのタイプが主流となり、現在に至っている。このタイプは取り外すことができないものがほとんどであり、選択の際階級賞が支障となった。そこで、固着された検証に通す筒状の階級賞、アメリカ陸軍、ショルダーマーク、アメリカ海軍、 ショルダーボードが生まれた。日本の自衛隊の制服もほとんどこのタイプである。陸上、航空自衛隊の幹部は、冬服及び、第一種夏服用の上着用を、取り外し可能にしていることが多い。この場合、襟側はボタン、袖側はマジックテープにより固定されており、取り外すと2箇所のループ状の固定具があり、冷蔵用階球場はそこに金具を通すことで、 装着できるようになっている。また、陸上自衛隊の通常演奏服装用は、刺繍を施した派手なもので、取り外し可能である。ただし、装着方法は、幹部用とは異なり、長い予備状の検証を片側に一箇所ある、検証同士のところで折って、両端を襟側のボタンで止めるようになっている。筒状の着脱式階級章自衛隊は、陸上、海上、 航空自衛隊簡易制服と陸上航空自衛隊の第二種及び第三種夏服、海上自衛隊の第二種夏服及び作業服に採用されている。昭和期には日本海軍の士官特務士官巡視官,巡視官用の陸戦服及び略位、後第三種軍装にショルダーループが一時使用された。戦後の警察官の上層にはショルダーループが付き、 冷装時には、ショルダーノッチをつける。短冊系の板状で、襟に近い方の先端の形状が尖ったもの、台形状のもの、丸くなったもの等がある。台地の材質は、厚手の羅車が一般的であり、そこに、モールやシマりの布を貼り付けたり、刺繍が施してあるものが、代用的なものである。装着方法は、ショルダーノッチと同様、縫い付け式と、留め金式がある。 留め金式は着脱可能であるが、帯革固定の機能はない。縫い付け式のものは、ショルダーループとの区別が曖昧であり、それらは、ショルダーループとして、留め金式のものと、ショルダーノッチを合わせて、ショルダーボードとする場合もある。ほとんどの国の海軍主官夏服には、長方形に近い五角形で紺または黒地に金線が入ったものが用いられている。かつては、 海軍の礼装にはエポーレットが用いられていたが、現在では、ほとんどの国で礼装にもこのタイプが用いられている。日本では、陸軍の明治19年正式、1886年、歌詞官兵用被服にショルダーボードが付けられていた。このショルダーボードには、所属連隊内し代替の隊号、連隊番号が表記されていた、階級賞は、賞、陛下は入リ賞。 後の昭和13年正式、1938年、下士官兵様被服では、ショルダーボードが制定され、昭和18年改正の陸軍制と、士官候補制被服には、専用検証が定められていた。海軍では、明治33年に、士官特務士官巡士官士官候補制用の第二志軍装における、夏衣に採用された。陸海軍以外では、 警察官理総督府分官の制服の性検証がエポーレットタイプで略検証がショルダーボードであった。戦後の海上自衛隊では幹部用第一種及び第三種夏服と第二種冷装夏服に使用されている。また海上自衛隊音楽隊の通常演奏服装には装飾としてこのタイプの検証がつく。航空自衛隊では 新しい礼服用階級賞としてこのタイプが採用された。しかし、2009年頃は旧式のショルダーノッチタイプが依然として多く見られた。ショルダーノッチは、いわゆるモール編みされたタイプである。騎馬民族の上着に縫い付けられた紐飾りが起源とされ、ドイツ陸軍の軍服では組紐を板状に成形したのが通常勤務服に用いられるようになった。そのため、 ショルダーボードの一種とされる場合もある。装着は縫い付ける場合と、上着の肩部分に2箇所ずつ、検証の留め金同士を設けて固着する方法がある。留め金式は着脱可能である。イギリス軍の軍服には、紐が太く、肩端が膨らんでいる形状のもの、直接縫い付けているものが多く見られる。そして、これらのものを、ショルダーコードと呼び、小型で、 着脱式のものを使用する連帯では、ショルダーボードと呼ぶ場合もある。組紐の編み方は8の字型が一般的であるが、ドイツ軍の遺憾用は組紐を U 字型に並べたものであった。19世紀前半にはイギリス軍で清掃用にも用いられるようになり、その後多くの国がエポーレットに変えて採用した。ドイツ帝国では最後まで略装用として扱われ、 清掃用にはエポーレットが使われていたが、ワイマール共和国の下で清掃用に採用された。現在でも多くの国で、軍服や警察等の制服に、冷装用として広く用いられている。日本においては、陸軍将校巡視官の清掃、冷装の検証として、明治19年に採用され、ほとんど変化なく、使われ続けた。また、昭和13年正式では、 将校巡視官の通常冷装用の検証に採用された。自衛隊では、冷服用階級章と呼ばれ、陸上、航空自衛隊の冷装に用いられている。旧陸軍の通常冷装用の検証に類似する、陸上自衛隊の冷服用階級章は、金モールが編み込まれたもので、その編み方と、銀色桜星の数で階級を示す。 編み方は、遺憾用が細いモール二本の八の字型で、順位は、桜星がない。左官はモールが三本で1巻のものより太い。小喚も三本だが、横方向八の字が、上、左官より一つ多い。第一種礼装工及び、第二種礼装用の、第一種礼服冬服または夏服及び、第二種礼服冬服または、夏服の上着につく。また、冬服または、 第一種夏服の上着に取り付けることで、第一種冷装を打つとなる。航空自衛隊の旧式冷服用階級賞は、銀モールに金色桜星で、階級の表し方は、陸上自衛隊と同じだった。第二種冷装用の第二種冷服冬服または、夏服の上着につき、冬服または、第一種夏服の上着に取り付けることで、第一種冷装となった。また、 航空自衛隊の音楽隊では、現行の通常を演奏服装にも、装飾としてこのタイプの検証がつく。また、戦後は、警察官の冷蔵用もこのタイプになった。肩に、鎖肩びら状の装飾が施されたもの。この駅兵を除くイギリス陸軍機兵のナンバー1、ドレスにつけられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。